GMO フィナンシャルホールディングスの山本でございます。本日は第2四半期の決算説明会にご参加いただきましてありがとうございます。それでは早速決算の概況から説明させていただきます。まずこの第2四半期上半期1月から6月の業績のサマリーとなります。上半期暗号資産事業を非常に好調に推移しいたしました結果ですね、営業収益は前年同期から比べて 19.1% 増の 238.9 億円、営業利益が 21.4% 増の 95.4 億円、最終利益が 23.4% 増の 58.9 億円ということで、上半期としては過去最高の業績を更新したという決算になりました。続きまして、セグメント別の状況になります。まず証券 FX 事業ですけれども、この上半期前年同期から比べると営業収益が 17.3% 減の 147.9 億円、営業利益が 31.4% 減の 49.3 億円というふうに着地しております。昨年度の上期はですね、FX の市場が非常に活況だったりCFD に関連してその株価指数ですとか原油とかの商品の価格とかが非常にボラタイルな状況が続いておって、環境として良かったんですけれども、当期はそういったことがなかったことが減収減益の要因の一つのとなっているかなというふうに考えております。で、一方暗号資産事業ですけれども、営業収益が 368% 増の 88.2 億円、営業利益が 652% 増の 45.3 億円となっております。暗号資産事業については昨年度末から今年にかけて非常にいいマーケットの状況が良かったですので、それを受けて大幅な増収増益を達成しております。こちら昨年度の上半期の営業利益から同年度の上半期の営業利益の増減要因の分析となっております。まあ、先ほど申し上げました通り暗号資産が非常に躍進いたしまして、昨年度から収益としては 69.4 億円増加となっております。また FX 関連と CFD 関連ですけれども、先ほど申し上げましたような要因によりまして、 FX の方で 22.6 億円の減少、 CFD の方で 12.5 億円の減少というふうになっております。また金融収支がプラス 6.9 億円となっておりますけれども、こちらはタイでのネット証券のビジネスというのが非常にうまくいっていて、金融収支増加に貢献しています。一方のコストの方ですけれども、取引関係費が 15.8 億円と大きく増加しております。こちらは主な要因としましては、暗号資産関連の取引が活発だったので取引関係費のうち支払い手数料が増加したということと、あと第2四半期特に広告宣伝にかなり力を入れましたので広告宣伝費が増加したというところが主な要因となっています。で、人件費の 8.4 億円については当年度過去最高の業績、上半期の業績というところですので業績連動の賞与の計上により人件費も増加というふうになっております。続きまして第2四半期この4月から6月のハイライト、マーケットの環境から説明させていただきます。こちらのグラフは取引所だったり各業界団体が出している数値をグラフ化したものでございます。まず株式については前年同期からは 4.5% 減の87兆円ということで、第1四半期良かったんですけれども、第2四半期は前年同期と同じぐらいになっているというところです。続いて FX ですけれども、こちらも前年同期からは 1.2% 減の1472兆円ということで、若干の減少となっています。一方、暗号資産の方ですけれども、第1四半期非常に過去最高の取引というマーケット全体でだったんですけれども、この第2四半期に入って5月中旬以降ボラが低下してきて、今
ことを受けまして取引量も減少しているというところです。こちらのグラフ、6月の数値がまだ公表されていないので4月5月分だけですけれども、6月もそれほど多くないということが予想されますので、第一四半期からはかなり減少ということが予想されております。このような中、GMO フィナンシャルホールディングスのトピックスとして、3つの分野についてご説明させていただきます。まず FX ですけれども、この上半期、GMO クリック証券におきまして、国内の取引高第1位というのを継続いたしております。2点目、リスク管理強化の一環として、東京金融取引所の FX クリアリング市場の取引資格を取得しまして、順調に5月から取引を開始しているというところです。一番大きいトピックスの一つとして3個目になりますけれども、 FX 業界大手のですね、ヤフーさんの子会社の YJFX の株式の取得を決議しております。こちらは後ほど説明させていただければと思います。続いて暗号資産ですけれども、暗号資産については顧客の裾の拡大に向けたアプリの改善といったところと、銘柄の追加、DOT といったところなどで、サービスの充実と利便性の向上を引き続き推進しております。また、第二四半期、GMO コインで暗号資産の取引やってるんですけど、GMO コインの認知度というのを他社、同業他社に比べると、やはり劣るんではないかというふうに考えておりますので、その認知度向上のためのマーケティング、テレビ CM などを積極的に行ってまいりました。で、3点目、新規のビジネスとして NFT 事業参入を目的に GMO アダムを6月に設立しております。こちらも後ほど説明させていただきます。はい、第2四半期の第1四半期と比べた業績はこちらの通りです。FX、CFD、暗号資産、どのマーケットもですね、取引量が減少したといったようなところが、と、コストの面では先ほど申し上げたようなマーケティングコストの増加というところで、減収減益の決算になっております。こちらがセグメント別の第一四半期との比較となります。証券 FX 事業が営業収益が 16.6% 減の 67.2 億円、営業利益が 32.5% 減の 19.8 億円、着地になりました。暗号資産事業の方は営業収益が 24% 減の 38.1 億円、営業利益が 52.6% 減の 14.5 億円となっております。そちらの増減の要因が次のページと。先ほど申し上げました通り、どの取引、マーケットも若干低調だったといったこともありまして、FX では8.9億円、CFD では3.4億円、暗号資産で12億円の収益の減少とこういうふうになっております。で、コストの面ですけれども、取引関係費が7億円増となっておりますけれども、先ほど申し上げました、その暗号資産事業におけるマーケティングの強化、テレビ CM、広告、交通広告などを実施した結果、広告戦略としては 8.1 億円増加というのが、この増加の要因となっています。で、人件費7億円改善となるふうになっておりますけれども、第一四半期、非常に業績が良くて、業績連動賞与というのを多く積んだんですけど、第2四半期はその積んだ部分が、多く積む部分が少なかったというか、ことで、人件費としては第1四半期からは減少しているということになっております。はい、11ページからは四半期の業績の推移になります。まず営業収益のセグメント別、商品別の推移がこちらの通りです。第1四半期からすると 19.2% 減と減少しておりますけれども、暗号資産の収益が拡大したということもあり、前年同期からは 10.1% の増という着地になっております。続いて営業利益の四半期推移です。
こちらも営業収益と基本的には連動するんですけれども、先ほど申し上げましたマーケティングコストの増加により、前年同期から見ても減益というふうになっております。続いて販売費および一般会費の四半期推移になります。第一四半期の時にですね、第二四半期のコストの見通しが大体70億ぐらいというふうに報告させていただきましたけれども、結果としては 66.9 ということで、若干少なく着地したというところです。で、大きく増加しているのが取引関係費で、先ほど申し上げました広告宣伝費の増加というところが大きく増加しております。で、第3四半期の見通しですけれども、62億円程度というふうにさせていただきました。証券 FX 事業は従来から変わらず48億円程度。暗号資産事業については14億円程度というふうにしております。で、第2四半期ほどではないですけれども、第3四半期もマーケティングのコストにある程度使いたいなというふうに思っておりますので、そこを加味して14億とさせていただいております。はい、続いて事業の概況になります。こちらが各事業のハイライト、第2四半期のハイライトとなっています。FX ですけれども、取引高288兆円ということと、取引シェア 19.6% ということで、前年同期からは減少というふうにはなっております。CFD については、売買代金が 11.5 兆円ということで、前年同期からは減少しておりますけれども、口座数、預かり証拠金ともに増加。になっています。株式についても、売買代金、売買代金シェアは若干減少しておりますけれども、信用取引の残高が増加しているというところです。暗号資産は非常にいい好調でしたので、売買代金も 2倍以上、口座数、預かり資産も順調にするかというのがご確認いただければなと思います。では、各商品別に説明させていただきます。まずテント FX の国内取引高のシェアの推移です。昨年末まで行っておりましたスプレッド縮小キャンペーンというのが終了、今年に入って終了いたしまして、その後は国内のシェアというのは横ばいで、推移しております。ただ取引高のシェアとしてはジェムクリック証券国内第一を継続しているという状況でございます。FX の口座数と預かり証拠金残高の推移はこちらのグラフの通りでございます。大きく増加というほどではないですけども、若干微増で、ほぼ横ばいといったような形で、3月末のシェアは 12.5% というふうになっております。こちらは IJFX の全株式取得ということで、5月にですね、YJFX さんの株式の取得を公表させていただいております。で、取得価格が288億2400万。株式の譲渡の実行は9月末を予定しております。で、譲渡実行とともにですね、YJFX という称号から外貨 EX by GMO という称号に変更する予定となっております。この外貨 EX という名称ですけれども、YJFX さんでの FX のサービス名称となっておりますので、サービス名称をそのまま商法に用いたということでございます。で、YJFX さんなんですけれども、FX 業界では大手の一角となっておりまして、独自にその経営資源とかノウハウ、経験というのをお持ちでございます。そういったところとジェムフィナンシャルホールディングスの持っているものを融合させて、よりいい FX の分野で買っていきたいなというふうに思っております。で、こちらが会社の概要となっております。直近2021年3月期ですと、営業収益が97億円、営業利益が27億円、当期純利益で21億円というところで、規模としてはご確認いただけるんじゃないかなと思います。
総資産としても1370億円、純資産が221億円ですけれども、まあ、ここから譲渡まで110億円の配当を既存の株主様に行うという予定になっております。では YJBEX の取得後どういった展開を考えているのかというところを簡単に説明させていただきます。YJFX、外貨 EX by JMO という名称を変えて、JMO フィナンシャルホールディングスが JMO クリック証券と FX プライムバイ JMO、そして、外貨 EX by JMO という3社で FX のサービスを展開することになります。で、まあ、JMO インターネットグループの他のサービスでも多ブランド戦略ということで、そのお客様の獲得の入り口というのを多面的に設けて、多角的にこうお客様を獲得していくといったような戦略でやっておりますけれども、FX のサービスについても同じようにやっていきたいなというふうに思っております。で、外貨 EX by JMO、YJFX さんですね、の規模をこちら参考までに記載させていただいています。口座数としては 41.7 万口座。預かり証拠金の残高として1104億円ということで、現在の JMO クリック証券、FX プライムの大体半分、ざっくり半分ぐらいということなので、グループジョイン後は大体 1.5 倍ぐらいの規模でビジネスが展開できるというふうに考えております。両社、当社グループと YJFX さん、知恵を結集して、より収益性も高められると思ってますし、グループのシェアも高まると思っておりますので、そういった展開をしていければなというふうに思っております。続いて CFD になります。こちらは売買代金と収益の推移となります。この第2四半期は株価指数銘柄中心に売買銘柄代金消費いたしまして、収益も若干減少というふうになっております。で、こちらが口座数と預かり証拠金残高の推移となります。一時減少してたんですけれども、預かり証拠金の残高は緩やかに増加傾向となっております。で、CFD 非常に力を入れている事業でございますので、3つほどポイントを説明させていただければと。一つ目が、利便性の向上ということで、スマホのアプリのバージョンアップをこの第二四半期にも実施しております。今後もさらに改善を重ねて、より使いやすいアプリというところを目指していきたいなというふうに思っています。で、二点目が、銘柄の追加を今検討しております。特にお客様から要望の強い商品ですとか指数とか、そういったようなものを新しい商品のラインナップとして加えていければというふうに思っております。で、3つ目が B2B2C 事業でございます。前回までにご報告しておりますけれども、準備開始に向けた準備を粛々と進めていて、順調に進捗しているというところでございます。続いて国内の株式になります。売買代金は 2.9 兆円、シェアは 3.4% ということで、あまり大きく状況変わってないんですけれども、この第三四半期に入ったその7月5日からですね、現物信用取引の手数料の引き下げを実施しております。もちろん株式でのシェアの拡大というのを目指しておりますし、さらにクロスセルすることによって、会社全体としてのその収益性の向上といったところもできるんじゃないかなというふうに期待しております。続いて株式一択手数料と一択手数料率の推移になります。売買代金の減少を受けまして、手数料は減少というふうになっております。金融収支の推移はこちらの通りです。前四半期からすると若干の減少というふうに着地しております。
ネット証券の海外のネット証券の事業で、タイの信用取引残高の推移がこちらになります。タイでのネット証券については、信用取引残高ナンバーワンというところを目標に掲げてビジネス展開しておりますけれども、この第2四半期も前四半期から 3.5% 増ということで、順調に推移しております。で、シェアについても3月末ですけれども、11.3% ということで、少しずつ伸ばしていることができています。でこちらがタイでの金融収支の推移となっています。信用取引残高は非常に順調に伸びておりますので、それに、比例するように金融収支の方も順調に伸びております。このクォーターは前クォーターから 17.3% 増、前年同期からすると2倍以上ということで、着実に収益を出せるようになってきているかなというふうに考えています。続いて暗号資産のセグメントですけれども、こちら売買代金とセグメント収益の推移となります。第一四半期非常に環境が良く、売買代金収益ともに過去最高といったようなところだったんですけれども、第二四半期に入りまして、特に5月中旬以降はボラティリティの低下があり、売買代金収益ともに第一四半期よりは減少というふうになっています。ジェムコインでの口座数と預かり資産の推移がこちらになります。口座数順調に伸びておりまして、5月には40万口座を突破しているというところでございます。で、当社の暗号資産事業なんですけれども、非常にその高頻度で取引してくれるお客様というのには非常に強いかなというふうに思っておりますけれども、一方で暗号資産の取引というのは、いろいろな取引したての方とか、初心者の方とか、そういった方々も大勢おられまして、そういった方々もジェムコインで取引していただきたいなというふうに思っております。そのため、スマホアプリでですね、シンプルな取引画面を追加して分かりやすい、初心者の方でも分かりやすいようなモードと、こういうのを追加して、そういったお客様に対応していくといったようなことをこの第二四半期実施しております。また先ほど申し上げました通り、知名度というのが同業他社さんに比べて若干劣るんじゃないかなという課題を持っておりますので、認知度向上に向けまして、お笑いタレントの杉ちゃんを起用した新テレビ CM を放映して、YouTube だったり、あと放送広告だったりというところで露出をかなりできたかなというふうに思っています。こちら反響を非常に多くいただいておりますので、今後の口座開設増にはつながっていくんじゃないかなというふうに期待しております。で、売買代金のシェアがこちらの通りです。こちらも5月までしか協会の数値が出てないので5月までなんですけれども、取引高はボラティリティ低下を受けて減少傾向で推移しているものの、取引シェアとしては今年に入ってから順調に伸ばしていって、現在 30% 台で推移しているというところです。引き続き、先ほど申し上げたようなお客様に加え、法人のお客様を取り込むことによってさらなるシェア拡大というのを図っていきたいなというふうに思います。続いて新規事業の NFT 事業について簡単にご説明させていただきます。6月に親会社であります GMO インターネット株式会社、あとサムライパートナーさんというところと共同出資によって GMO アダムという子会社を作っております。GMO インターネットグループが保有します暗号資産事業でのノウハウですとか、ブロックチェーン関連の技術、またコンテンツのプロデュース力といったところを駆使してですね、この NFT の事業に取り組んでいきたいなというふうに思っております。で、目指すところはやはり圧倒的ナンバーワンの NFT のマーケットプレイスというところを実現したいなとい
ふうに考えております。で、 NFT 事業の NFT の可能性についてなんですけれども、まあ、NFT っていうのはノンファンジブルトークンということで、ブロックチェーン上で発行取引される代替不可能なデジタルトークンのことということなんですけれども、まあ、こちらを用いることによって、デジタルコンテンツ流通革命ということで、IP ホルダーに正当な収益機会を出すことができる可能性を持っているんじゃないかなというふうに考えております。で、ここに特徴として3つ記載させていただきました。1つ目が希少性など資産的価値の付与ということです。従来デジタルコンテンツは資産的価値っていうのはなかなか付与しづらいものでしたけれども、 NFT によって鑑定書だったり所有証明みたいなことができますので、そういったものの資産的価値を付与することができるという特徴が1つございます。2つ目が追跡可能な移転売買、NFT の売買についてはブロックチェーン上で記録されていきますので、誰がどのように保有していたとか、そういったような記録が追跡可能だという特徴がございます。で、3つ目が付加価値をプログラム可能ということで、スマートコントラクトという仕組みに用いまして、従来は二次流通時に IP ホルダー様とかが収益を獲得するのは難しかったんですけど、そういったようなプログラムを組むことができるといったところが大きな特徴となっております。で、まだサービス開始してないんですけれども、この8月にアダム by GMO ということで、キャッチコピーとして全ての人に最高の NFT をということで、アーティスト様でしたり、コンテンツホルダー、クリエイターの皆様の笑顔と、あとそれらの方々を支える、ファンの皆様の笑顔というのをこのマーケットプレイスで実現できればなというふうに考えております。最後、株主還元配当と配当成功になります。60% の連結配当成功で、目標にやっておりますけれども、この第二四半期もそれに従い1株当たり 11.52 円ということで、本日決議し開示しております。はい、私の方からの説明は以上です。